ライブ 2D 塾プレゼンツアライブ2022クリエイター座談会ライブ 2D 講師編。はい、アライブ2022を見ている皆さん、こんにちは、音崎ゆなです。こんにちは、キューブ先輩です。はい、皆さん、アライブのねコンテンツいろいろと見てくださっているかと思いますけれども、いかがでしょうか。この枠ではですね、塾の企画としてアライブの特別編というのをお届けしたいと思います。クリエイター座談会ライブ 2D 講師編ということでですね、これまではライブ 2D 塾では様々なクリエイターさんをゲストに招いてきましたけれども、今回のアライブ22では特別会としてライブ 2D 塾と同じようにライブ 2D の講座動画や生配信などのライブ 2D を教えるコンテンツを制作されている方々をゲストにお招きして座談会を行っていきたいと思います。ゲストの方々のライブ 2D を教える上での考え方や、各々のコンテンツの強みなど、ライブ 2D を教える立場、学ぶ立場、それぞれの視点でお話をいただければなと思っております。はい。はい、ではお楽しみにしてください。では早速ですね、そんなゲストのお三方をご紹介いたします。ゲストの方は、乾物干物さん。ディープブリザードさん、ヤキマユルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、もうね、皆さんご存知の方もとても多いと思いますけれども、うん、はい、今のね、YouTube で活躍されている方々ですね、とても豪華なゲストの皆様に今日はいろいろとお話を聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。である。はい、ということで改めて本日のゲストの方々をご紹介したいと思います。まずは乾物干物さんです。よろしくお願いします。お願いします。改めましてライブ 2D モデラー兼バーチャル YouTuber の乾物干物と申します。本業で VTuber さんのライブ 2D モデリングを行う傍ら、 YouTube やファンボックスでライブ 2D のノウハウを発信しています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。干物さんはライブ 2D はどのぐらいされてるんでしょうか。そうですね、私は2018年の4月デビューなので、まあ、大体4年から4年半、まあ、そろそろ5年に突入するかなぐらい、まあ、もうやってますね。結構長くやってらっしゃるんですね。もともとはこうどういったきっかけで始められたんですか。実はですね、私もともとゲーム実況者をやってまして、お体がない状態で、あ、そうなんですね。それで、そうなんです。なんでこの表情をつけた状態でゲーム実況がやりたいっていう目的のために独学でライブ 2D モデルを作ってまして。あ、そうだったんですね。そうなんですよ、うん、なのでこうゲームとか歌とかいろいろなんか他の趣味とかも幅広くやらせていただいております。わー、すごいですね。確かにお歌とかも、ね、出されてらっしゃいましたもんね。実はオリジナル曲を1曲持っております。モデラーなんですけど。幅広い。歌も素晴らしいんですよ、干物さん。お恥ずかしい。はい、私も聴かせていただきました。恐縮です。もうね、歌も素敵で、モデルも素晴らしい。そういったね、VTuber の干物さんです。恥ずかしいな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ますであれ。じゃあ続いてのリストの方はディープブリザードさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。である、我は最果ての魔王ディープブリザードなのである。最果ての力、まあ、本業は漫画家イラストレーターをしつつ、初心者向けのお絵描き講座を YouTube で投稿しておる魔王なのであるぞ。はい、よろしくお願いします。魔王様は、よろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。ライブ 2D はいつ頃から始められたんでしょうか。大体我がデビューしようと思ってた2018年の1月2月ぐらいに実は触ってはいたんだけれども、その時ちょっと Mac 環境だとなかなかライブ 2D のモデルをその動かすというソフト環境がなかったので、実際にはその環境が整った後に改めてしだした2018年の後半ぐらいからなので、おおよそ4年ぐらい触っておるという感じであろうかの。結構干物さんとは近い感じなんですね。近いですね。いや、まだけれども技術の差はさすがのプロモデラー様なのでないです。私ライブ2D しかやってないんで。いや、そして真央さんはなんか聞くところによるとちょっと変わったご趣味をお持ちということなんですけれども、うん、結構その古いものを集めるのが好きというところで、まあライトなところで言ったらレトロゲームの収集なんかはそうなんだけれども、うんうん、変わったところで言うと、
本当古いあの美術や図画工作の教科書の収集っていうのを個人的にやっておって、古いものだと明治時代のものから、うん、新しいものだと令和の最新版まで大体持っておるという感じなのである。すごいですね。美術の教科書を集められてるということで、うん、これはなんかどういった参考になるんでしょうか。やっぱりその当時どんな風に美術や芸術や図画工作というものを教えていたのかとか、どんなことを学んでいたのかっていうのが時代ごとに本当すごく違ってて、令和の時代だと、もなんだろう、これを作ろうじゃなくて、こういう風にやったらどうなるのかなとか、こういうことをやったら楽しいかなみたいな感じの提案が多いんだけれども、昔は本当昔になると正月です、コマを作りましょう、コマをみたいなのだったりとか、そう全然その教え方とかその学び方とか違う、でも実はそこで変わらないのが、その受けてる生徒さんたちの、なんだろう、本当にあの絵が好きな子はもうずっと教科書に落書きしてたりもだし、興味のない子は本当最初の 1,2 ページだけちょろっとなんか書いて何も書いてなかったりで、そういう古い教科書のメモ書きが残ってたりとか、その戦前の昭和15年ぐらいの図画の本とかだとゼロ線を書いてたりとか、こう落書きでしてたりとかって、なんかその時代自体のそのなんていうのかな、風俗を受け取ることができて、でも本質的にその絵を描くとか物を作る楽しさっていうのを受けてた子どもたちというのは何一つ変わらず、ものづくりを楽しんでいたんだなっていうのが、何かその歴史の一端を覗けているので、すごくなんか楽しかったりするのである。ああ、それは面白そうですね。なんかリアルな解像度の生活感というか、当時のものが伝わってくるような感じがします、ね。もう本当先生にこれを渡すみたいなメモが挟まったまんまで売られとったりするから、ね、誰もこの本チェックしてないと思いながら。そのまんまなんですね。なんかいつかそういうのも動画とかにしてみたいであるの。確かに今めっちゃ見たい。気になりますね。いやであればぜひぜひ、あの何かそういうのも一つのものづくりのコンテンツとかで表現できたらと思うので、もしそれを何か見ていただけるような機会があったら、ぜひ見ていただければと思うのでお願いいたしますである。はい、いやそんなね、真央様です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしますである。続いてのゲストの方は八木真由留さんです、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、お絵かきバーチャル YouTuber の八木真由留です。普段はねイラストレーターをやっていて、 VTuber として YouTube でお絵かき講座もやっています。ライブ 2D はですね、自分のモデルを自作したり講座をやったりしています。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マエルさんはライブ 2D はどのくらいになりますかね。はい、僕もね皆さんと大体同じで、あの4年くらいなんですけど、あくまでねあのイラストレーターなんで、制作実績としては自分用の4体だけになります。ほんとね、あのこの中だと僕一人だけ趣味モデラーなんでここにいていいのかなっていう感じなんですけど、まあ逆にね今回趣味イラストレーターポジションからね、いろいろお話できたらって思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そんなあのマイルさんですが、何か最近ハマっていることはありますか。はい、最近ですね、健康のためにエアロバイクに乗りながらゲームをするのにハマっています。すごいすごいですね。はい、いや本当にもうエアロバイクに乗り始めてから、他にもねいろいろ食事制限とかもやってたんですけど、すごい、すぎます数ヶ月で体重が5キロ痩せた。すごい効果。もう5キロも痩せて、本当に今はね、健康第一でいろいろね活動させていただいてます。見習わなきゃ。いや本当体が資本であるからな。そうですね、クリエイター健康を、ね、軽視しがちですから、ね、そうですね、皆さんも本当ね健康だけは大切にね、気遣ってもらえたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではそんなね3人の方に、質問をねしていきたいと思います。では早速最初の質問に参りたいと思います。最初の質問は、ご自身はライブ 2D をどうやって学ばれましたかという質問ですね。できればですね、初心者の時と中級者以降の時でそれぞれお伺いできればなと思います。はい、はい、では乾物ひものさんからお願いします。はい、本当にあの今聞いてて、多分この3人だいたい始めた時期4年から5年で一緒だと思うんですけど、だからすごい共感していただけると思うんですけど、うんうん、我々が初心者の時って
今ほど YouTube とかあと記事とかのチュートリアルが本当に充実していなくて、特にこう VTuber はまだ本当に新しかったので、こう差分実装に関する情報なんてもうほとんどなくて、すごく大変でした。なかったである。なんか分かっていただけると思うんですけど、当時は差分を実装するにはメモ帳に直接なんか記述をしないといけなかったので。やった懐かしい。理解するあれ本当動かないんであるよ。書いて保存して読み込んでキーボード押しても変化しないで、何度入れてもわからないみたいな。だから本当にそういう状態で手探りで、もう基本的にライブ 2D 講座みたいな感じで検索して出てきた動画とか記事とかを片っ端から見たりして、でもそれでもね情報が足りなくて、だからやっぱ最終関門というか最後の砦で公式チュートリアルでそういうこう語彙のね解説とかしてくださったのが本当に救いでした。本当にありがとうございます。おかげさまでいろいろ作れました。ありがとうございます。でなんか逆にそんな感じだったので昔が、なのでこう中級者、まあ自分がこうやって実際にお仕事受けたりだとか少しずつできてきた頃になると、本当にこう自分も根本的な作り方も理解できているし、それにこう世の中に本当に素晴らしい上質なチュートリアルとかもたくさんできてきて出てきてきて、なんで基本はそうなってくると Twitter とか、まあ、YouTube とかで情報収集さってして、目でね、目とか耳とかで見て確認するだけじゃなくて、あとはこう直接的な作り方だけではなく、上手い方の例えば実績動画だとか、あとはその上手い方が作ってらっしゃる VTuber さんが実際に配信で動いてるところみたいなのをこう目で見て覚えるみたいな感じですごい勉強させていただきました。あとすいません、ちょっと変態的な話なんですけど、自分の体が本当に参考になるので、鏡の前ですごいいつも変なポーズをとって、あ、こうやってこうやって動かす、あ、こっちのここの筋肉が動けるなとか、お風呂上がりなんかポーズとって、あ、なるほど、重心傾けると足がこんな感じになるんだなみたいな感じで参考にしたりだとか、あとはこう 3D とかも私はすごい参考にしてますね。うまいモデラーさんとかフォローして参考にさせていただいております。あ、以上です。ひもろさんが挙げてくださっているモデルは本当に 3D なんじゃないかっていう声もね結構ありますもんね。いや恐縮です。ありがとうございます。 3D の、ね、資料とかを見て、そうですね、やっぱりそういう 3D からいろいろ考え方取り入れてるので、はい、なんかそういうのが作品に現れてるのかもしれないなとは思いますね。はい、ありがとうございます。はい、キム先輩何かありますか？そうですね、やっぱりこう自分で実際動いてみるとか、まあ、実際の人物の動きを観察するっていうのはやっぱりライブ 2D とかでも一番役に立ったりするのかなっていうのはよく聞くので、やっぱ干物さんもそうなんだと思ってちょっと関心じゃないですけど、なんかすごく感銘を受けてますね。気持ち悪いんですよ、旗から見てるとずっと自分の腕をガン見しながらご飯食べながらずっと自分の腕見てるみたいな。いやでもみんな多分やってますね。やりますよね、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 よかった。それこそライブ 2D じゃなくてもそのポーズ決めをするときとか、カメラで自撮りしたりこう姿見に映ったりなんかのときは、本当人に見られたら終わるなと思うポーズ結構しとると思う。わかるわかる。ずっと鏡の前でジャンプしてる瞬間撮るとかやるじゃない。ドッスンドッソンとかなるので。皆さん人知れずね、そういう努力をされてるんでしょう、うん、きっと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では魔王様はいかがでしょうか？我も本当に基本的なところはその乾物殿と同じで、最初の頃は本当にやっぱチュートリアルというのがほとんどなくて、かつその VTuber として完成させるみたいな手順もほぼほぼ公開されたりみたいなこともなかったので、だからこう本当公式のライブ 2D 様の公式のチュートリアルを見てまず操作を覚えて、でライブ 2D のフォーラムとかをやられてる方々とかからのご助言とかで、あ、こうやって書き出してこうやってソフトに入れてみたいなのを最初は本当もう手取り足取り教えていただきながら学んでいったっていうのが一番初期の頃で、でだんだんやっぱ作れるようになってきたら、こう自身の絵っていうのが例えばこう正面の顔で素材のデータを作った時にこう斜めを向いた時にどう見えるとより自分の顔らしく見えるのかとか、そういうのを絵で描いたりしながらそれを参考にしたり、あとこうライブ 2D のソフトに取り込んでそのガイドとして動かして配置してみたりとか、やるやる、めっちゃやる。
であれをやってみると、あやばい、横の方にハゲの部分ができとるところが誰かき出してすって補ってあげたりとか、そういうふうにトライアンドエラーをしながら自分の経験をこう一つ一つ蓄えて、だんだんと自分らしいこう動かし方だとかモデルの動かし方みたいなのができていて、でやはりそれもこれも乾物殿も言われておったように、やっぱりその実際のその動いているあの優秀な可動域のモデルの方とかの配信とか動画とかこう紹介動画とかを見て、あこんなにこう動かした方が逆に自然な風になるんだとか、そうか体を傾けた時のこう肩の位置とか腕の姿勢っていうのはこうやるとより自然でかつダイナミックに見えるんだなとか、本当にそういう風に皆様の成果物も勉強になってきておるので、うん、本当日々いろんな方々を見させて、それこそ乾物殿とかのモデルもたくさん見させていただいて勉強させていただいておりますなのである。そうですよね、本当プロの方がこうリアルタイムでモデリングを配信してくださってるっていうのもとってもありがたいですね。そう、話聞きますと、そうですね、あと今回ねお三方ともあのご自身で絵も描かれる方なので、うんうんうん、多分共通するところあるかなと思うんですけど、うんうん、結構実際にこう横顔を自分で描いてみて、でそれを参考にするみたいなやり方は結構絵描かれる方だと一番こうイメージしやすいのかなっていうのはやっぱりありますかね、うんうん、あります。なんかそのこの横の状態で画像書き出しして、その上から赤ペンで自分で赤ペン設定するみたいな、やる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 、やりますやりますね。そうモデリングしてる時っていい感じにできたとかって思うんだけれども、意外と動いたりすると違和感が出たり、静止画で見るとやっぱおかしかったりするので、そういうピークの角度を書き出して、で顎のラインだったりとか目の位置とかをギュギュギュって歪めて直してみて、ああ意外とやっぱ直した方がいいんだなとかってやったりは本当によくあるあるなので、いや本当にライブ 2D だけ触ってるとやっぱりなんかゾーンに入ってるせいか気づかないこと多いんであるよ。あるある、何だろう、よくないけれども、あ早く終わらせたいみたいな感じでちっちゃって適当にやってるせいで眉毛が左右ですごいずれてるとかあったりするのでなのでちょっとやっぱり見返す、やっぱ絵を描くというところに立ち返るとチェックしやすいなっていうのは、うん、本当にそうなので、うん、いろんな機能だったりとかで日々修正とかをしたりとか、あとやっぱり個人でやってるので完成したからもう終わりじゃなくて、ちまちまとマイナーアップデートしたりとか結構裏でやったりするやるやる、新モデルお披露目ってやったら次の日にさって直してたりする、秘伝のこれ継ぎ足しみたいな感じですよね。やめてやる、もうバージョン 2.1.1 みたいなのがわかる、ついてるついてる、キビズみたいになってる魔王モデル修正 1.1 1.2 1.3 ってどんどんできていくのででもそれができるのはやっぱり個人のことであるし、そうやってうまくいかなかったこともやっぱりすごく学びだったり表現の糧になるので、やっぱり動くこと活動することというのがむしろすごく我の創作だったりそのライブ 2D のモデリングのお役に立ってるなと思うのである。なるほど、石さんならではのなんかこうクオリティアップの秘訣みたいなのがあるわけですね、うんうん、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてやけまゆるさんはいかがでしょうか。はい、僕もね基本的にお二方と大体一緒で、いろんな方が YouTube に上げてくれてる講座動画とライブ 2D さんの公式チュートリアルで学ぶことがほとんどでしたね、うん、YouTube の動画を見ながら基本的には進めていって、で分からない用語や操作があったらライブ 2D さんのチュートリアルで調べるって感じでやってたんですけど、うんうんうん、もうそしたらねもうすごい簡単に作れるようになりまして、その時ね僕まだ会社員だったんですけど、その時にたった2週間で最初のライブ 2D モデルを作ることができたんですよ。それはすごい、エリートすごいですよ、ね、いやいやめっちゃすごいです。本当にチュートリアルがすごい分かりやすくって、で本当に講座動画もね一連の流れやってくれてる方いっぱいいたんで、もう本当そういうのにお世話になりました。中級生以降の時はある程度ねモデルが作れるようになってからは、よしクオリティ上げるぞ、高可動域作るぞって、なって、でそうしたらとにかくねもうプロのモデラーさんの配信を見ることが多くなりました。今ここにいるねひものちゃんの配信とかもめっちゃ見てました。来てくださったんですよ、コメントしてくださって、はい、めっちゃテンション上がってましたそうね、めっちゃコメントしてました。そうめっちゃ嬉しかった。あ本当ですか、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、こちらとしてはもうすごいねいろいろ参考になったんでね本当にありがとうございました。 やっててよかった我もアーカイブでしか見てなかったんだけれども本当に
技術たっぷりなので、いやありがてー、学びいただいておりますよ。やっとこんなすごいお二方にこんな言われるなんてあどうしましょうありがとうございます。いやでも本当にある程度作れるようになってから、こういう干物ちゃんとかの配信とか見てると、もうそこをねそうやって処理するんだとか、そんな方法があったのかって感じで、プロの技術をもうどんどんね学べるんですよ。なんでそれをね、まあ、どんどん取り入れていくっていう方法で技術をね上げてきた感じです。なるほど。なんか、ね、マイル先生の吸収力もまたそれはそれとてもすごいですね。いやしますけれどもはい、そうですね、ひものさんのように本当に全ての技術をこう配信とかで出してくれてくださるっていうのは本当に素晴らしいことですね。でも私も本当に他の方のなんか配信とかめちゃくちゃ参考にしてます。なんか先ほどあのマイルちゃんがマイルちゃんが言われていたあのこここうやって作るんだって私もすごい思うので、ありがたいなって思いますね。もうそう、あの配信だと結構早くて何やってるか分かんないこととかあるんで、もう結構後で配信のアーカイブをパソコンの全画面表示にしてスロー再生とかして結構見たりしてました。なんでひものちゃんのスローバージョンでこう喋ってるバーそう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 ね、そんな感じでめっちゃスローのひものちゃん見てました。余すとこなくですねありがたいです、はい、そんな活用していただけていや本当勉強になったんでね、ありがたかったです。はい、ありがとうございます。キヨ先輩は何かありますか？そうですね、まあ結構今でこそもう結構そうですね、いろんなクリエイターさんはもうねバッコしてるような世の中になってますけどそうです、ツイッターとかでもねこう実績動画上げてらっしゃる方とかもたくさんいて、すごい、いやなんかライブ 2D 社のクリエイターから見ても勉強になるなっていう方、うん、たくさんいるんですけども、うん、でも確かに皆さん結構ね 4,5 年前から始められたっていうことで、まあ、当時は本当に苦労されたんじゃないかなと、苦労しました、大変でした。嬉しいこの苦労、チュートリアル公式しかない時代を経験してきた皆さんという、めっちゃあの公式のフォーラムとかで質問してましたよ私も。ああそうなんだ。いやその質問のフォーラムとかを見て、あなるほどそうやればいいんであるなみたいなのをめちゃくちゃ吸収させていただいてたので、うんうんうん、私直接質問してました。すごい、動きませんいやまず公式のフォーラムに質問するほど本当最初の頃は全然知識とかこう質問する用語もわからなかったので、そうですよね、そうですよね、そういう時代を時代を経て面構えが違うなっていう、ね、面構えが感じがします、ね、今はもちろん今もね、そのそれを経験された皆様がいろいろな動画を出してくださっているという、うん、とてもありがたい環境ですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問に行きたいと思います。次はですね、ご自身のライブ 2D コンテンツの強みは何ですかという質問でですね、皆さんはいろんなコンテンツを出していらっしゃると思いますので、まあ、ぜひこう宣伝をしていただければなと思います、うん、はい、じゃあひものさんからよろしくお願いしますじゃ宣伝になるかわからないんですけどまあ本当にあの私の講座って基本的にあの中級者上級者向けなので、まあ、結構難しいことを言ってるんですけど、その分ね、なんか他の方が発信していないようなニッチな技法まで本当に詳細に解説してるのが強みかなとは思いますね。まあ、一つこう具体的に言うと、こう横向いた時に首を上に上げた時に角度、首の角度 Z を少し混ぜる、ブレンドすることで動きを補正するとか、あとこう顔を手前に出したり、顔を上下にした時の動きを変えてそれもうまくブレンドして動きを自然にさせるとか、なんか自分で言っててもよく分からなくなっちゃうぐらいのでもそれぐらいこうニッチな情報で、まあ、いかにモデルを自然に見せるかみたいな情報を詳細に解説しているのが強みかなと思います。うん、いや本当にの干物さんがこうツイッターで出してらっしゃるものとか見てもこれはどうなってるんだって思うのは本当にたくさんありますので、皆さん本当に気になっていることをすごく解説してくださっていると思います、うん、特にやっぱ物理演算っていうイメージがありますね、干物さんは。そうですね、なんかいつも変なことばっかりしてます、物理演算で格ゲーのコマンドみたいな、なんか Z 右上 Z 右下みたいなパラメーターなんかいっぱい作ってそれを組み合わせたりだとか
結構空のパラメータを作ってそこを経由してその入力が出力が別のパラメータの入力になってみたいな結構組み合わせがプログラミングみたいなのでそうそう本当にプログラミングですねライブ 2D ではないまた別の力がすごいという感じですね理系の知識さっぱりなんですけどねそうなんですねそうなんです直感的だからそこが本当にライブ 2D すごいなと思いますね直感的に私みたいなあの数学のテスト0点取るような人間でも直感的に作れちゃうのは本当にすごいなと思いますはい、それを経てねそれを使って作られたねモデルとか本当になんか作品力があるというか目を引くものがあるのでやっぱりそれどうやって作ってるんだろうって気になってる方は多いんじゃないかなと思いますね本当になんかこうポイントポイントで詳細に解説してるのでよかったら見ていただけたら幸いです、うんうん、まずねミッチなモデル作ってみたいという方はぜひ獲物さんの講座を参考にしていただければと思います、うん、はいじゃあ次は魔王様お願いしますはいであるそれ我の場合はそのもう本当乾物殿とはもう真逆で超入り口というかライブ 2D をこれから始めてみたいっていう方に向けた初心者向けの講座動画というのは特に最近は精力的に出すようにしておってやっぱりライブ 2D って言ったらもうすごい細かく動いてパーツもすごいいっぱい分けて時間をたっぷりかけて作るものですみたいなこう空気を初めての人たちが受けるとやっぱりちょっとそれは自分には無理なんじゃないのかとかいや絶対できないできないって諦めてしまう方が多かったりするのでそうじゃなくってライブ 2D っていうのは思ったよりもシンプルなことでそれを誰だってできるんだよっていうのをできるだけ分かりやすく広められたらなと思ってるので本当に多分プロのライブ 2D のモデラーの方が聞いたらあの多分目玉が飛び出して泡吹いて倒れると言われておるあの我が今最新で出しておるそのゼロから始めるライブ 2D というシリーズでその教材用に配布しているモデルのがあるんだけれどもそれのパーツ数が16パーツっていう全身込みで倒れちゃう倒れちゃういや本当にあの輪郭と耳がくっついてるパーツだよとか前髪ワンパーツ後ろ髪ワンパーツだよ首以外は胴体はもう1枚のパーツだよみたいな感じでまあそうなるとやっぱりそれで動かせるのとかそんなんじゃしっかりした動きにならないってもちろんあるとは思うんだけれどもでも大事なのはそれでも動かせるしそれで動いたっていう感動を覚えてほしいなと思って我はあえてその少ないパーツ数であの講座を作っておるようにしててやっぱりこうじゃあそのゼロからそのがっちりしたモデル作れます動画やりますって言って動画十数時間分ありますって言われてやっぱりどれだけ本気でも取り組みづらいし途中で例えばそのワープデフォーマーとかのなんか入れ方間違えたとかで挙動が変になったらもうわー分からないどこ直していいのか分からないってなってしまうと思うので本当に使うワープデフォーマーとかパラメータの数も最小にしてだからこういう顔を横向かせたり縦向かせたりっていうこの動きも最初は入れないようにしてこう体をこう傾けるだけ Z これまず Z って言うんだけどこれがこれかこれですねそうそうとあとは目と口が動くだけっていう風に基本はしててでもそれを自分で作って自分の例えばウェブカメラとかそのスマホを使って動かした時に動いたってすごい嬉しいんであるよ、うん、そう嬉しい人知らんですよね本当にそうそうやっぱり自分で頑張ってその理解して作るっていうところを、うん、そのモデルの中でもたくさん学ぶことができると思うので、うん、変にすごいことができなきゃダメだとか、うん、いっぱい時間をかけなきゃダメだではなくて本当ちょっと書いてみたいな触ってみたいな、うん、本当に趣味で始めてみたいなっていう人にこそそういうふうに難しくないよ簡単だよっていうことを広められたらなと我は講座の中でやらせていただいておるのである感動しちゃった感動しちゃったいやでもそれこそライブ 2D とか触ったことある人からしたらそんなモデルでいいのとかそんなの全然完成度低いよっていう方もきっといらっしゃるかもだけどでもゼロから触るんだったらそれだって100点満点すぎるぐらい楽しいモデルだと思うので、うんうんうんそうぜひ自分で動かせてそして触れてできたよっていうのを楽しんでもらえたらあとはもうそれこそじゃあ次はあのヤキ殿の動画見てみようとかそのヒモノ殿の動画見てみようっていうふうにできると思うので、うん、その最初の一歩のお手伝いができたらなという意識でいつもやらせていただいておりますである、うん、いやいいですねこのねアライブを見てちょっとライブ 2D なんだろうって興味を持った方がいらっしゃったら、うん、ぜひモー様の講座の、ね、見ていただきたいですね、うんいや本当あのライブ 2D 用の教材データも全部無料であの動画内で配布しておるので初めての方絵描けなくても全然作れるので絵描けない人にとっては本当にありがたいですよありがたいいやそう言っていただけると
ライブ2D 始めてみたいけど素材がないって、じゃあまず自分で描いた素材を用意しましょうってなった時点で、いやこれは絵を描ける方でもあるあるだけど、あめんどくさいでめんどくさいですね。だからそういうふうにもうなんだろう、こうもうある程度のもうできるよっていうパックを用意してあげた方がいいと思っておるし、だし同じものを動画内で触ってれば同じことができるんだなっていう自信にもつながっていただけると思うので、いいですね。いや素晴らしいですね。いえ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 、特に最近なんてもう本当にツイッターでとかを見ててもイラストもそうですし、ライブ 2D モデルもどんどんこうクオリティ高いものとかがもう当たり前のように出てるから、限界突破しますね。そうなんですよね。やっぱ最初に挫折しちゃう人って結構多いと思うんですよね。なんなら我らですらやっぱり最初の最初パッて起動したライブ 2D の画面見て何触ったらいいんであろうってなったし、そうだったあの時はそうだった。そうだし、そのなんかパーツのレイヤー構造とその親子関係の入れ子構造のパラメータが縦2つに並んでて、なんで同じデータが2つ並んでるんだろうって最初分からんかったし、あ確かに触って1年ぐらいしてやっと、あそっかこれ親子関係用とパーツのレイヤー上下の上下のあれがみたいに理解できたりとかもしたので、それはやっぱり我らはやっぱり頑張って作りたいとか、その活動の中で使ってるから絶対に完成させようっていう意識があったからできたものだけど、ちょっとやってみたいなって人だとやっぱりすぐ、いやー無理だ、来たって投げちゃうと思うんだよ。それってすごくもったいないし、やっぱりものを作る楽しさっていうのを知ってもらうためには、やっぱりこちらから歩み寄れるものは歩み寄った方が絶対良いなと思っておるので、それでそうやってなんかいろいろと皆様からいただいたご意見をもとに作らせていただいているので、それで少しでも本当デビューできましたとか完成できましたってお声をいただけるの本当ありがたいので、ぜひぜひ今後もそういう動画とかを見て、あのくじけずにやっていただけたら嬉しいなと思うので、今後もそういう動画を出せたらなと思っておりますなので、ありがとうございます。初心者の方にぴったりな講座だと思います。はい、では続きましてまゆる先生はいかがでしょうか。はい、僕はですね YouTube にバビ肉講座っていう名前でライブ 2D 動画を上げてるんですけど、これバビ肉ってなんだよって話なんですが、いやもう常識ワード常識ワードであります。いやいやいや、数年前にですねバビ肉っていう言葉が流行ってつけた講座名なんですけど、今はもう死後なんでちょっと恥ずかしいんですけど、ね、いやそんなことない、あーもう使われてない、使ってる人いるはず、いるはずいますよ見てます。まあ、いるといいなって感じでね、ちょっとまあバビ肉っていう言葉は少し置いといて、まあ、バビ肉ってね要は主に自分でライブ 2D モデルを作ってモデルを使って VTuber をやることなんですけど、僕のね講座はとにかく何にも知らない人が VTuber になる一連の流れっていうのをクリアできる講座なのが売りなのかなって思います。ライブ 2D のね講座っていうよりもどっちかっていうと VTuber のなり方講座になっています。何をすれば VTuber をやれるの、何が必要なのっていう本当に基礎の基礎からスタートして、で実際に、まあ、キャラクターデザイン、イラスト制作、ライブ 2D モデリング、ウェブカメラを使ってキャラクターを動かすところまでっていうのを講座にしています。ただ3年前のね動画なんで結構情報が古いところがあるんですよね。なんで僕の講座っていうのはまず VTuber ってどうやって動いてるの、何したら作れるのっていう全体の流れとか用語や仕組みっていうのをさらっとね学ぶのに使ってもらって、実際のねライブ 2D モデリングやウェブカメラを使ってキャラクターを動かすところっていうのは、まあ、他の人がアップしてる最新の講座を見てもらうのが今はねベストかなって思います。なるほど。じゃあ VTuber になりたい方がまずこう全体的にどういうものだろうっていうそういうのを学ぶのにとってもね、はい、ぴったりな講座ですね。はい、そうですね。いや本当にね、包括的な全体的な講座が全然意外と少ないので、こうライブ 2D の使い方とか全部こうバラバラな情報はあるんですけど、それをまとめてある情報って意外と少ないので本当にそうなんですよね。やっぱりこれとこれとこれの動画見たらわかるよって言われても教え方だったり構成が違ったりすると理解が難しかったりするので、本当にヤキ殿の講座動画そこを全部一通りやってくださるので、あじゃあこういうことを次はこういうことをやってみよう、じゃあこういうことを調べてみようっていうのもめちゃくちゃ本当ガイドになるなと思うので、わあそう言っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。
そうですね、やっぱライブ 2D 社としてもね、いろいろ出してはいるんですけど、どうしてもやっぱりライブ 2D に絞った内容とかになってしまうので、そうですよね、さすがに出せないですもんね。公式でウェブカメラとか OBS とか言えないですもんね。なかなかね、そこはこうね、できないですからね。そうなんですよね。当時もやっぱりその公式さんのチュートリアルとかだと、やっぱりライブ 2D のモデリングのところだけになっちゃってたんで、やっぱそうじゃなくて、まあ VTuber ってどうやるのっていうところにちょっと焦点をね当てて、スポットを当てて、あの動画を作ってみた講座になってますので、VTuber やってみたいなって人はぜひ見てくれると嬉しいです。ぜひぜひぜひ見てください。はい、で、あとですね、ちょっと他にもやってることがあって、講座とはねちょっと違うんですけど、あの僕ライブ 2D のモデリングデータを勉強用にブースっていうサイトで販売してるんですよね。これですね、プロの人絶対にやりたくないと思うんですよ。プロの人わかると思うんですけど、なんでかっていうと、モデリングデータからっていうのはノウハウがもう全部わかっちゃうし、最悪あのテンプレート機能っていうのがあって、それで動きを流用することとかができちゃうんですよね。そうなんですよね。なんでだからプロの人ほどね、あんまりやりたくないことなのかなと思うんですけど、まあ、僕はね、あの趣味モデラーなんで、細かいことをね、まあ気にせず、まあ別にね、なんか、まあいいかなって感じで、普通にノウハウ全部身につけちゃっていいよって感じで、あの皆さんがね、自由に勉強できるようにって販売しちゃっています。いやー、太っ腹、ありがたい、太っ腹ですね。一応私も、身もだからこそできることなんで、一応私もあのなんかバラバラパーツバラバラにして、目だけとか口だけとか、そういうモデルはあの配布はしてるんですけど、やっぱりちょっと全身はさすがにって渋っちゃいますから。そうなんですよね、やっぱテンプレートとかでね、利用できちゃうんでね。そうなんですよ、それを全部出しちゃえるってのは本当にすごいなと思います。あのこれ自分がモデリングしてた時に、まあ、誰かね、あのモデリングデータ売ってたりしないかなと思って探したんですけど、まあ、誰も売ってなくて、めちゃくちゃ苦労したんで、自分はじゃあ売っちゃおうかなと思って販売したんですけど、まあもしね同じように求めてる方いましたらね、あのご活用いただけたらなと思います。いや絶対いらっしゃると思います、もう本当に勉強になりそうですよね。はい、もうぜひ勉強でゴリゴリあの見てもらえたらなと思います。ありがとうございます。こうして聞いてるともう3方が結構それぞれ特色があるような感じがしますね。なんかすごい役割分担、役割分担してますよね。すごい面白いなって思います。なんか順番にこうレベルアップして見ていけそうで、順番に見てください。もう全部見ていただきたいです。ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。では次の質問に行きたいと思います。次がですね、ライブ 2D を教える上で気をつけていることや難しいことはありますかという質問ですね。はい、じゃあこれも干物さんからお願いできればと思います。いやー本当にあの大きな悩みがありまして、はい、あの私本当に中級者向け上級者向けの未知な技法を発信しているので、自分的にはこうなるべく噛み砕いて分かりやすくを心がけてはいるんですけど、でもやっぱり見る側のライブ 2D レベルって様々なので、中級者以降の人には本当に分かりやすかったですと、あの参考になりました、僕同じように作れましたって言ってくださっても、初心者さんにはこう難しくて何言ってるか分からないって言われる時も多くて、そこが大きな悩みで、先ほどあの魔王様も言われてたんですけど、あの私の講座は結構ありがたいことに再生していただいてて、 YouTube であのライブ 2D 講座とかで調べると結構上の方に出てきてしまうんですよ。でだ初心者さんがライブ 2D 講座で調べて、なんかあるなって再生して、そこであの原画のレイヤー数は1000枚いきますとか後ろ髪だけで30パーツありますとか言ってるので、絶対それで初心者さんの心折ってるんじゃないかってそれがすごい心配です。まあ、ただその分ね、あの逆に言えば作り込めばここまでの表現になるっていう指標には慣れてるんじゃないかなと思います。あとですね、もう一つすごい気をつけてるのが、あの技法だけではなくて金額とか依頼を受ける上での心構えとか、なんかそういうこう事務的な話とかメンタル的な話とかも最近配信でよくしていて、はいはい、
あのすごい思うんですけど、個人的に VTuber モデルってある程度の可動域があって破綻がなかったらもうあとは趣味の領域だと思ってるんですよ、うん、で私はその趣味の領域の話をメインでしてるわけですよ、うん、だからもうその他のモデラーさんにこのコースは求めないでっていう話は最近よくしてます。やっぱ人によって受けてる金額って様々で、その人に合った工数があるんですよ。やっぱりその手頃な価格で買えるけど可動域は抑えめだよとか、私みたいにもうガンガンモリモリ何でも全部入れちゃってその分お金は高いよとか、いろんなねその人に合った工数があるの で今本当にあの先ほども言われてましたけど、ライブ 2D 業界のレベルが上がりまくっていて、正直こう相場がね追いついていない感じがするので、なんかそういうところもね率先して皆さんがね適正価格でお仕事できるようなね情報とかも発信していきたいなと思っております。うん、なるほど。他の、ね、クリエイターさんの方にも役立つような情報を提供されていらっしゃるということで、本当にこうライブ 2D の界隈を牽引していらっしゃる方だなと改めて思いました。本当に私はもう仕事っていう話がメインですね。でも参考になるんだ。そうですね、はい、うん、いやもう本当になんかテクニックとか技術のモリモリの極致みたいな方なのでなんかね、特になんか干物さんみたいな方をスタンダードにされると結構大変だなっていうところもあるので、それは自分も正直困るそうですよね、結構根詰めだから作業してるところあるのでそうですね、だからその点ねご本人とか気にされて、なんかそういう情報も発信してくださってるのはすごくありがたいなと思いますね、うん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 、責任はあるなと思ってるので、はい、素晴らしいと思います、うん、ありがとうございます。魔王様はいかがでしょうか、うん、我の場合は特にその真逆というか、本当にこれから始めようという方向けの講座動画なので、本当に今日初めてライブ 2D を公式サイトからダウンロードして使うぞっていう人がつまずかないためにはどうしたらいいんだろうっていうのをいつも心がけながら動画を作るようにしていて、やっぱり本当にライブ 2D を始めるときにつまずきポイントって山のようにあると思ってて、まずそのインストールするというかダウンロードするサイトがどこにあるかわからないでつまずくこれ冗談抜きで多いんであるよ。ライブ 2D ってどこでダウンロードできるんですかわかりませんって言ってて、言葉だけ一人歩きしてるところとかもありますもんね。だしそのダウンロードしたらじゃあインストールどうしたらいいんですかとか、その必要な環境って何ですかとかもあったりするので、そういうところから教えるようにして、まずライブ 2D とはパソコンでやりますとか、やっぱりそのスマホでできるんですかとか意外と来ちゃうことが多い、言われますよ私もめっちゃコメントでくるくるくるそうそう、その完成形だけ見てるとなんかそういうのでもあるんじゃないかとか思う方やっぱいらっしゃったりもするので、そういうところから始めて、その上でこう難しいとか面倒くさそうって思われないようにできる限り簡単だよっていうことと、その難しいことも一個一個ちゃんと単語を説明して解説してほどいて分かりやすくこう解説をするようには心がけてて、あとはこうとにかく難しい大変とかネガティブな言葉は絶対使わずに、楽しいでーっていうのを終始言いながら盛り上げて、で安心しますね。あとはそのまあこのぐらいできるだろうから後半はカットしますとかは絶対やらずに、前編ノーカットというか基本噛んだとか操作間違えたところ以外はもうそのまま等速で流すようにして、初めての人が同じようにやっている手順を繰り返せるようにみたいな気を使うポイントというか、その意識をしているポイントというか、見た人がそこ見たかったとかそこ分からなかったっていうところがどこなのかっていうのをいつも細かくメモして、それをやっぱり新しく動画を出すたびに改善しようと思ってやっておるであるの。すごい。ちなみに魔王様の動画すごい分かりやすいんですけど、ちょっと気になったんですけど、うん、台本とかって作ってたりするんですかね。聞きたい聞きますね。大まかな流れ、まず例えば最初に目を左右動かします、上下動かしますみたいな手順は書くのと、あとここではこういうことを言おうっていうリストは用意はするんだけれども、それ以外はもうほとんどない感じであるな。嘘、それであの喋り方なんですか。すごい聞きやすい。全然知らないんだけど。いやでも全然そのやっぱり編集してるからこそであるけど、結構カミカミだったりはするんじゃないの。本当ですか。私もやばいですよ、まあ、我はその実はその喋り方っていう点で言ったら、そのアナウンススクールに通ってた時期があったので、それはその V の活動を始めてからであるな。2020年に通い始めて、
でそこでそのアナウンススクールの先生方とかその声優学校の先生で教えられている方とかからそのものを伝えるっていう伝え方っていうのをすごくいっぱい教わって、それがすごく我の今の活動の中で大事になってたりとかしてて、こうなんだろう、難しい横文字は使わないようにするとか、本当に老若男女どなたが聞いても意味が通る言葉で喋るようにするとか、誰かを傷つけるとか否定する言葉は使わない、まあ我はよく意識してるのはあの嫌いって言わないようにしてるとか、嫌いの代わりに苦手って言うように、そうするとあくまで一個人の好き嫌いの話であって、それが好きと嫌いに分けられてお前は嫌い側にいるんだっていう印象を絶対与えないようにする。あとやっぱり先ほど言ってたみたいに初めての方に威圧感とかを与えるような言葉遣いはしない。まあ、あとは声で言ったら、あの我今これちょっと基本ワントーン高く話してるので、多分デビュー当時と声が違うんじゃないかと。そうそうそう、あそうかもしれない、ね、いやだから気を抜くとあのこのぐらいの声になってしまう。この声我は最果ての真っ黒の声割とこれがそう素の声のテンションなんだけど、これだと結構声が低くなったりくぐもったりするので、うんうんうん、単語が聞き取りづらかったり理解しづらくなる、のでこうやって明るくなるべく持ちあのテンション高くっていうの意識しながらいつも喋るようにすることで、多分より伝わりやすくとか初めての人でもこれならできるんじゃないのかなって思ってもらえるように、そういうところでも心がけてるところは多かったりするであるな。あ、素晴らしい、素晴らしい、講座だけじゃなくて内容だけじゃなくてそういったところまでも気を配られていらっしゃるという、ほんとすごい。いや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 、お恥ずかしい、なんかちょっと横道にそれてしまって、参考になります、めちゃくちゃ参考になります、うんうん、であればよかったであるけれども、うん、教えるなんか、ね、立場ならではの話で、うん、参考になりました、うんうん、なかなかねクリエイターで動画とか出されてる方いらっしゃいますけど、伝え方までそこまで意識向上心とか持ってやられてる方って結構珍しいんじゃないかなと思います。本当にそう思います、いややっぱりそのただただ好きなことをやってるからそれをついでに見てくださいではなくって、やっぱり発信していく側という責任ってすごくあるんだなっていうのは活動を長くしていく中で思う、うん、すごく思うようになって、であるならばその努力して聞き取ってくださいではなく、やっぱり耳心地が良かったり理解が頭にすって入っていく言葉選びだったり流れっていうのはそれを発信していく側の責務でもあるなとは思っているので、できる限りそこはやっぱりやっていかねばいかんなと思って頑張らさせていただいておりますである。いや身に染みますね、身に染みますね本当に。いや本当にありがたい貴重なお話ありがとうございます。マジで参考になりますありがとうございますはい、では続きまして秋まゆるさんはいかがでしょうか。はい、僕はですねとにかく講座動画を作るときはあのなんて言うんだろうな、原理をね分かってもらえることを大切にして作っています。なんでそうなるのかっていうのをしっかりと分かってもらえると応用がね効くようになるんですよ、はいはいはい、例えばあのより自然な動きが作れるようになったり、学んだ時にはなかったパーツを追加できたりとかするので、まあ、そういうねあのどうしてそうするのか、なんでそうするのかっていう原理がね伝わるようにっていうのを意識して動画を作っています。なるほど。例えばどういったものになるんでしょうか。例えばですか。そうですね、例えば、まあ、さっきもねちょっと出てきた親子関係っていうのがあるんですけど、そのどのパーツを親に設定してどのパーツを子に設定するのかってのとかを、まあ、どういう時に親にして子にするのかっていうのが分かってれば、あの教えてもらった時にはなかったパーツでも自分で追加できるようになると思うんですよね。なんでそういう、まあ、どうしてそういう設定にするのかっていうのが分かる動画にするっていうことを意識して、まあ、動画を作っていて、まあ、その上でね皆さんが自由に好きにモデリングできるようになることを目指して作っています。マジで自分がデビューするときに見たかったです親子関係本当に分かんなかった最初分からなくて、なんかこうしたらなんか動きますよっていうのはあってもなんでそうするのかっていうところまでね、うんうん、あんまり教えてもらえる場所ってないので、うんうん、当時はねもう全然なかったんで、うん、そういうところをねしっかり伝わるようにっていうように意識して動画を作ってました、う
なるほど、めちゃありがたい、ありがたい、ありがたいですよ。親子関係わかんないからワープデフォーマーでゴリ押ししとったであろう、我々変な動きしてる、ここはギュッて押さえてみたいな全部に手打ってたそうですね、確かに、ね、今私もこの初心者で今モデリングをやったりしているんですけどね、うんうん、お手本があるから、うん、あのできているんですけど、お手本がなかったらちょっとできるかどうか不安だなとすごく思うので、ちょっとまいら先生の動画を見てこう原理をね理解して応用できるようになりたいなと思いました、はいはい、ぜひねちょっと見ていただくと理解がしやすいんじゃないかなと思います、はいはい、であのライブ授業で学ぶ側の人たちにも、まあ、最初はね、まあ、そのなんか手順通りとかいろいろな説明通りに作るだけでもいいんですが、いろんなことに対してね少しずつどうしてそうするんだろうってのをね意識していくといいんじゃないかなと思うので、ぜひ意識してみてください。確かにこの仕組みを理解するというか、まあ、なんでそうするといいのかとかもそうだし、こう結構これやっちゃダメみたいなのも結構、まあ、イラストとかも多分あると思うんですけど、うんうん、あると思うんですけど、うんうん、でじゃあなんでそれダメなのかみたいなところもきっと多分仕組みを理解するのって大事なんだろうなっていうのはね、なんか結構常々思いますね。うん、ぜひそういうのをね皆さんにも分かりながらやっていってもらえたら嬉しいです。うん、はい、ありがとうございます。ではですね、次は最後の質問になりますね。最後の質問が、今後のライブ 2D 会話や技術に期待していることだったり、今後やっていきたいことはありますでしょうかという質問ですね。ひものさんからお願いします。いやあの私2018年から始めて今2022年ですけど、本当にあのここ数年でライブ 2D キュビズムものすごい進化遂げていて、まるで別アプリみたいになってるので、もうなんか今でもずっとどんな次どんな新機能が来るんだろうってすごいいつもワクワクしてます。なんか具体的に言うと、あの最近追加されたブレンドシェイプの、私もあの解説動画出させていただいたんですけど、本当になんか今まではもう無理やりあの緑の点あるじゃないですか、パラメータのあれをあのパラメータ4種類5種類みたいなのに無理やり点打って、無理やりもうなんか81通り100通りみたいな無理やり作って、いやなんとかやってた部分が、そのブレンドシェイプ使えば本当にサッと作れて超簡単にできるみたいな、そういうこう効率化っていうんですかね、今まで無理やり工数をかけないと実現できなかったことが、はい、機能の拡張で効率化できるみたいな機能が本当に私にとっては嬉しくて、そういうのを特に期待してます。で、まあ、そういう風な効率化で空いたリソースっていうのはまた別のところにつぎ込めるので、そういうなんかライブ 2D の進化に感謝しながら、まだ誰もねやったことがないようなモデリングに挑戦したいなと思ってます、はいはい、実はですね、あの今ハンドトラッキングにチャレンジしてまして、今日はねちょっとまだお見せできないんですけど、マジであの自画自賛なんですけどすごいんで楽しみです。楽しみです。やり方見たけど超大変ってなって、超大変なんですよ。超大変。でももしかしたら今はすごい大変ですけど、これも今後ライブツリーの進化で簡単に作れちゃうかもしれないんで、なんかそういうこうなんていうんですかね、我々が無理やりやってるのを見てライブツリー社が、あ、じゃあこここうしたらもっと良くなるかなみたいな感じで我々のことをよく見てくださってて、新しい機能くださってるみたいな、すごい私肌で感じていて、なんかそういうキャッチボールっていうんですかね、なんかいいもの作れた時が人生で一番幸せだなと思います。あ、嬉しいですね、はい、あのライブツーリーションの開発担当の方々も、うんうん、新機能を追加して、これがさらにどうやってモデルに生かされるのかっていうのを楽しみにしているところもありますので、ひものさんみたいなねモデラーさんがこう素晴らしいモデルを作ってくださるのとっても楽しみにしていると思います。ありがとうございます。そうですね、ひものさん特に本当に新機能実装されたらもうすぐにこうそれの応用方法とかね新しいの大好きなんで飛びついてますよいつも。いや本当にありがたいことですね。そういう方がいるからこそね、やっぱり新機能どんどん追加したいみたいな開発陣も、ね、熱が入るかと思いますので、ぜひぜひ
どんどん活用していただければと思います、はいはい、楽しみにしてます、はい、そしてまたなんかここはやりづらいみたいなのがあればもう要望をどんどん送ってお寄せいただければと思います、うん、そう要望を出すとちゃんと改善してくださるんですよすぐに本当にありがとうございます。本当にユーザーフレンドリーな作品、はい、作品アプリだなと思いますね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、では次魔王様お願いします。うん、本当でもライブツリー、その先ほど言われておった通り2018年から今2022年の中でめちゃくちゃ進化して使いやすくなったり、その絵を描く側からしてもすごくその絵を描く表現を損なわずにモデリングできる機能とかがさまざま追加されているっていうのはすごくこうものづくりというかライブ 2D を制作させていただく中で感じさせていただいているので本当にそれに関してはありがたいなと思うんだけれども、先ほどまで話して通りその我はその初心者向けの講座動画を出しておって、やっぱり初心者の方が一番つまずくのがそのまずあのライブ 2D を起動して何をしたらいいんだろうとか、どうやったらあれができるんだろうっていうのがやっぱり分かりづらい。もちろん公式のチュートリアルだとかヘルプを見ればという話ではあるんだけれども、あのライブ 2D のアプリ自体にその初心者向けのチュートリアルツアーみたいなこう講座があったら、よりこう初めての人でもあこれを触ってこうするんだなとか、一番怖いと思うのがその初心者ってこれ触ったらいけないんじゃないかとか、これ触ったらおかしなことになっちゃったみたいなのってめちゃくちゃそういう、こう及び腰になっちゃうとやっぱり創作っていうのがこうできづらくなってしまうので、そういう時にやっぱそういうなんか初心者向けチュートリアルツアーでこれを超えたらこうできますよとか、本当丸に点とこう口がついてるだけのモデルでも超えたら動かせますよみたいなのがもし実装されたら、それだけでもすごく初めての人のモチベーションアップだったりとか、あ自分でも分かったぞっていう最初の一歩がその公式の中でできたらすごく良いのかなと思うので、ぜひそういうのが追加できる余力がありましたらぜひぜひあの ご検討していただけると嬉しいのである。なるほどです。これはキューブ先輩ぜひ検討したいですね。そうですね、特にもうどんどん新しい機能が増えてるんで、よりこう、うんうんうん、ね、初心者の方は迷いやすくなってしまってる側面もあるのかなっていう気もしますので、なんかやっぱ動画でっていうよりはこうエディターの中でこう、うんうん、そういうのがあるといいのかもしれないですね、うん、なんかそうそうそう、ソシャゲのチュートリアルみたいな感じで、まずはここをクリックだみたいな。あでもしそれをあの導入する際にあのスキップできるけれども後でもう一回見たいなって時にちゃんともう一回見れるようにお願いいたしますよ。はい、確かにガチフィードバックめっちゃ有用なフィードバックいいですね。いやありがたい。承知いたしました、はい、ぜひ検討させていただきます。はい、ライブ 2D 塾として、じゃあ今やっていることをじゃあちょっと少しご紹介させていただきたいですけれども、うん、今はですね、また軽くもし何かご相談したいこととかがあったら、ハッシュタグライブ 2D 塾お悩み相談というタグをつけてツイートしていただけると、スタッフが見まして、あのお返事をさせていただいたりなどしております。またですね、ありがたい、はい、本当に塾面になっていただけましたら、塾面限定のディスコードサーバーにご参加いただくことができまして、そちらでもですね、お悩み相談のチャンネルがございますので、そこでライブ 2D のデザイナーの方に直接お悩みを相談できるという場所もございますので、そちらも活用していただければと思います。あとは配信で添削配信とかもやっておりますので、そこでね、このモデルどうしたらいいのかわからないっていうのがありましたら、もうお気軽に送っていただければ添削をしますし、はい、そういうのもすごくいいですか。公式に質問して添削してもらえるんですよ。公式ってすごいであるよな。至れり尽くせり。こんなユーザーフレンドリーな上ないですよマジで。はい、あとはあの月1で塾面定例会という塾面限定の配信もやっておりまして、ここではこうたまに開発のトップのリーダーの方が来て、塾面さんから直接要望を聞いたりするみたいな機会もあったりしますので、すごいトップの方が来てくれるんですか。そうなんです。しかも聞いてくれるなんて。そうなんです。これであの追加された機能が本当にユーザーさんからの意見なんで、どれももうかゆいところに手が届いて、私はそれでいつも喜んでます。最高です。はい、といったね機会もございますので、そちらもぜひぜひ見ていっていただければと思います。はい、ぜひぜひ。はい、じゃあ途中までちょっとね少し宣伝になってしまいましたけども、ね、あの魔王様のご意見もぜひ検討させていただきたいと思います。ありがとうございます、はい。
では、次は、ま、やきまゆる先生お願いします。はい、そうですね、ライブ 2D の技術ってあの僕とても新しい技術だと思っていて、歴史はねまだまだ浅いんだと思うんですが、あのそんな中ね、きっとさっき言ってたようないろんな声をね聞いて取り入れてるってのもあると思うんですけど、ライブ 2D のソフトとその技術ってものすごく洗礼されていて、もう本当に分かりやすく作ってくれてるんですよね。えもうそれであの僕ってもともとねアプリケーションエンジニアなんで、本当ねもうそういうところすごいなって思ってて、ぜひね今後もこの素晴らしいユーザビリティをね大切にしていってほしいなって思っています。ああまあプロの開発者目線の、そうですね、完全に開発目線なんですけど、特力が違います。いやいや、はい、もうここまでねやれる会社さんって本当に少ないと思うんで、本当にねあのマジで使いやすいです。ありがとうございます。ああ開発のスタッフもとっても喜ぶと思います。ツールとか分かりやすいであるもんな、ね、一回覚えたらすぐ分かるであるし、管理とかすごい直感的に触れるのがすごいいいなって思って、うんうん、泣いて喜びますよ多分でその上で、まあ、ちょっと夢のある話になっちゃうんですけど、まあ、これからね 3D とか AI とかいろいろね発展していく中で、まあ、そういったないものとか別のものとかね、さまざまな新しい技術が加わって、もうより高度なモデリングがより簡単にねできるようになっていってくれたら嬉しいなって思っています。ライブ 2D でね表現できる作品がどんどん増えていくことを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。開発スタッフもきっとねそれを目指して今頑張っていると思いますので、うん、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、皆さんお答えいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではですね、そろそろ終わりのお時間となってまいりましたので、最後にゲストのお三方からライブ 2D を学んでいる方へお一人ずつメッセージをお願いできればと思います。はい、では干物さんからよろしくお願いします。はい、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。本当にあのお二方のことをすごいよく知っていて、あのでもこうやって実際にねお会いしてあの お話ししたことなかったんで、すごいなんか、うんうん、なんか憧れの人に会えたみたいな、うんうん、いやこちらこそ、こちらこそ、本当に嬉しかったです。それでいてすごいやっぱなんか喋るのがお上手で、なんか私もすごい話しやすくてついついなんか盛り上がっちゃったりして、本当に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ございました。であった。それで、皆様へのメッセージなんですけれども、私の講座はね、まあ、ずっと言っているように難しい話が本当に多いんですけれども、なんか私がやっぱりお伝えしたいのはライブ 2D でこんなことができるのという驚きとかヒントとか、そういうものがね少しでも提供できていたら嬉しいなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では魔王様お願いします。はい、では本当に改めてこのような素晴らしき場に招いていただき、まずは本当ありがとうございました。であった。こちらこそありがとうございました。本当にやっぱりそれぞれの立場の方々からお話を伺えたり、それこそ公式の方からのいろんな考えとかご意見とかすごく聞けたので、それ自身が我としてはすごい学びになったので良かったなということと、本当にだからこそこうやって今回この動画を見ていただいた皆様、こうライブ 2D 興味、あ面白そうだな、やってみたいなって思ったら、本当に実は思っているよりも難しくないし、入り口はすごく広く開かれておるし、誰でも始められるものなので、ぜひぜひ怖がったり不安がったりせず、一度勇気を出してピョンと飛び込んでみれば楽しい世界がそこにはあると思うので、ぜひ新しい創作の世界に来ていただけると嬉しいのであるよ。うん、ぜひ飛び込んでみてください。ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではやきまゆるさんよろしくお願いします。はい、皆さん本日はありがとうございました。そしてね、あの魔王様、そしてりひものちゃん、そしてゆなちゃんにキューブ先輩もね、あの本日すごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に、はい、僕はですね、皆さんへのメッセージなんですけど、ライブ 2D クリエイターっていうよりもどちらかというとね、イラストレーター側なので、イラストレーター目線でのねお願いをちょっとねしたいなって思うんですが、あのライブ 2D をね勉強していると高可動域とかすごい技術とかいっぱいねあると思うんですよ。
でも無理にキャラクターを動かして可愛くなくなっちゃったりかっこよくなくなっちゃうと、それってねイラストレーター的にはとってもね悲しいことなんですよね。なんでもうライブ 2D クリエイターの皆さんにはもうとにかくすごい動きのモデルを作るっていうね自己満足なモデリングじゃなくて、もう魅力的なキャラクターをクリエイトするっていう気持ちをしっかり持って活動していってくれると嬉しいです。でまたライブ 2D にね興味あるけど触ったことないよっていう方はとにかく一度ライブ 2D 触ってみてください。無料版があるし、ちょっとした動きならねすっごい簡単に作れます。魔王様の話にもありましたけど、とにかくね動くとめちゃくちゃね感動するんで、その感動を一度味わってみてもらえたら嬉しいです。皆さんがライブ 2D クリエイターとして活躍する日を楽しみにしています。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。イラストレーターさんからの、ね、言葉とても身にしみますね。いや本当に肝に銘じます。刺さる話です。本当に高可動域作ってる側としてはうんうん、本当に顔がね崩れちゃったりするとイラストレーターとしては本当にねショックなんで、そこはね皆さんにも一緒にねあの可愛いかっこいいキャラクター作るのをね、うんうん、頑張って一緒に頑張っていけたらいいなって思っています。うんうん、いや本当に皆さん今日はためになるお話をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ライブ 2D 塾としてとっても自体もとっても勉強になりました。お互いこう、うん、この先にいろいろと生かしていけたらいいなと思いました。皆さんありがとうございました。またぜひぜひライブ 2D 塾の生配信にも遊びに来てもらえたら嬉しいです。ぜひぜひ、はい、またね、ぜひぜひ、はい、いつでもお呼びくださいである。はい、ぜひぜひ。また個別にあのお呼びしていろいろと詳しく話を伺ったりとかもねしていきたいですね。ぜひ呼んでください。ぜひよろしくお願いします。いつでもお待ちしておりますである。嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日本当に楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。見てくださった皆さんもありがとうございました。ではライブ 2D 塾プレゼンツアライブ2022クリエイター座談会ライブ 2D 講師編はこれで終わりになります。最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。